自分の予言を読み聞かせるマーリン。ジェフリー・オブ・モンマス。マーリンの予言により、ジェフリー・オブ・モンマスは、中世イングランドのキリスト教聖職者、歴史家。アーサー・オー伝説の語り手の一人として知られる。著作のほとんどは歴史を題材としたロマンチックなフィクションである。ジェフリー・オブ・モンマスの青年値は不明だが、1100年から1110年の間に、ウェールズで出生したとされる。 ジェフリーは著作、ブリタニア列王氏の中で、ウェールズのモンマスシャー州のカーリアンについて、たびたび言及しており、また自らを、ゴアルフレッドスモニアメテンシスと名乗っていることから、モンマスと何らかの縁があった人物と見られている。しかしジェフリーに、ウェールズ語の知識は、ほとんどなく、彼が、ウェールズ人か、あるいはウェールズ在住のノルマン人の子孫であったという、証拠は見つかっていない。また ノルマン征服と共にグレートブリテン島へトライして南ウェールズに定住したブルトン人の出身とする学説もある。ジェフリーは1129年から1151年までの間オックスフォードに在住し、その後は北ウェールズで修生を過ごした。現存している彼の実筆署名の入った6つの特許状のうち、その全てにオックスフォード女祭長。 ウォルターの署名が共に連ねられている。このことからジェフリーはオックスフォード城内にあるセントジョージカレッジの律、修辞祭を務めていたと考えられている。1152年にはカンタベリー大司教テオバルドによりセントアサフ司教に除外された。ジェフリーの作品はすべてラテン語で書かれた。マーリンの予言は1135年以前に書き始めたとされる。 この話に登場するマーリンは、ウェールズの伝説に登場する賢者、ミルディンが、モデルと言われるが、当時のジェフリーは伝説について、さほど知らなかったと見られている。ウェールズ語以外で初めて描かれた予言者、マーリンの物語は、数世紀後に出た、ノストラダムスの大予言と同じように広く知られ、信じられてきた。ジェフリーの、最も知られた、代表作は、ブリタニア列王子である。 彼はこの本について、イギリスの全英雄について整然と記した、ブリテン語の古書を翻訳したものだと主張しているが、今日その内容のほとんどは、いくつかの神話や古書をもとに、ジェフリー自身が創作した物語と考えられている。このことはすでに12世紀のウィリアム・オブ・ニューバーグが、戦士ボーティガーンや彼以降の英雄たち、また、アーサー・オーやその後継者について描いた物語は、 一部は彼自身、一部は他の者のによって創作されたものであると看破している通りである。物語はトロイのブルータスによる最初の移住に始まり、紀元前5世紀頃のレア王の物語、紀元前1世紀のクノベリヌス王の物語、ユリウスカイサルのブリタンニア信仰、5世紀後半のアーサー王の伝説、7世紀のグーイネズ王。 カドアラドルスの詩などが描かれてゆく。一部で囁かれた偽書説に反して、ブリタニア列王伝の物語は、後世の歴史書に事実として頻繁に引用された。また、ヘクサメトロス形式で書かれたしマーリンの生涯には、より、ウェールズの伝説に近い形で、マーリンが登場する。この本の中でマーリンは、森のマーリンや、スコットランドのマーリンと呼ばれ、ミステイラレ。 悲しみに打ちひしがれて狂った森の老人として描かれる。マーリンの生涯は一般には出回らず、この詩がジェフリーの作品であるという記述は13世紀の1、書籍に見られるに過ぎないが、構成や内容などの特徴から彼の作品であるとほぼ断定されている。レイチェル・ブロムウィッチはマーズンがマーランに DD が L に変化するのは奇妙だとしている。ソープ、 キン,ンキングス・オブ・ブリテン・ピアニッシュも14から19キングス・オブ・ブリテン P17 ハット後にシェイクスピアによる悲劇リア王で有名になったハット後にシェイクスピアによる戯曲シンベリンで有名になった43年のクラウディウス帝のブリテン島進行とは別の戦争この参考文献は英語版作成の際のものであり日本語版作成の際には 参考にしておりません。ありがとうございます。